こんばんは、月刊いつも書学ぶ集いの時間が来ました。今日はですね、前回ご案内したような、朗読を予定してたんですけども、実はちょっとその間にですね、先月の終わり29日にですね、僕がギャンブル依存の人たちの自助グループで講演をしましたんで、それを了解を得てビデオを撮りましたので、それを少し今日はですね、使いたいということで、タイトルはですね、もう少しギャンブル依存症についてというテーマでお話を したいと思います。じゃあパワーポイントの、はい、ということでですね、4月29日にですね、トヨタ市民活動センターで、お話をしたんですけども、それの、ビデオを今日はご覧いただくということで、お送りしたいと思います。じゃあ、はい、お願いします。今日はこちらにお招きいただきましてありがとうございます。このめぐみグループには何年か前からずっと南区 の区役所で会った時、ずっと時々ですけど忘れた頃にミーティングに、オープンのミーティングに参加させていただいてまして、ここ1年ぐらいは、地元にミーティング場ができたんですけども、いつでも行けるというようなことがあって、どうも未だにまだ僕は、地元のミーティング場には行ってません。そういう意味で大変このグループにはお世話になってます。いろいろ教えられたことがあります。で、そういうことで今まで皆さんのお話をずっと聞かせていただいて、教わってきたことを皆さんにですね、お返しをしなきゃいけないなというふうにも思ってまして、今回依頼がありましたので、こういうことについてこういうグループの自助グループでの集まりの中でお話しするっていうのは、僕は本来してはいけないことだろうなというふうに思います。というのは、専門家はですね、悪い癖がありまして、つい自助グループを支配したくなっちゃうんですね。で、自分もそういうものにはハマらない方がいいというふうに思います。つい謙虚さを失ってしまうので、こういう集まりにはお話をするという機会は控えてきてるんですが、今回はご依頼がありまして、先ほど言いましたようにお返しをするという意味でお引き受けしました。もう1時間30分ぐらいなんですけども、で、前にカメラがあるんですけども、実は4年ほど前からYouTube をやってまして、依存症の問題をいろいろ取り上げて、回復した人たち の声をですね、生の声を届けようということで、ある方 の協力を得て、無料で配信を月2回させていただいています。そういうこともあって、今日のお話も、今苦しんでいる人たちの絵のですね、メッセージというか手がかりになればというふうに思いまして、ビデオを撮らせていただきます。最後の方で、質問もあるかと思いますので、それは音声は消してですね、テロップで出しますので、その辺ご了解いただければなというふうに思います。で、本題に前置きは、そのくらいにして、僕はダルク家族相談室を開いた動機は、精神病院に35年ぐらい勤めてたんですけども、病院では何もできないなということを実感してたんですね。アルコールの専門病棟も作る、そういうプロジェクトにも参加していろいろお手伝いをしてきたし、いろいろなことをやってきたんですけども、脅したりそれから制約をさせたりですね、してきたんですけども、役に立たなかったなというふうに思います。で、
まあ、定年を迎える時にですね、ある会社の社長さんがマンションを貸してやるから何かやらないかっていう話がありまして、僕も何かやりたいなということもあって、実はダルクの人たちとのスタッフとですね、相談をして名古屋で相談室を立ち上げたんですけども、まあそういうことで、なぜかいつも 3回ぐらいこれはもう無理だなというような危機もあったんですけども、なぜかそういう危機に助っ人が出てきて、かれこれこれで満14年間続いてるんですね。お金もそこそこまだあるので、当面は潰さなくてもいいだろうなというふうに、あと僕の方が先に潰れちゃうんじゃないかなというふうに思ってますけども、まあそれは冗談として、僕はいろんなことを病院で勉強してきたつもりなんですけども、薬物依存とかそれからギャンブル依存とか、あるいは他の依存症のですね、アルコール依存とか、いろんな人たちを見てきたんですけども、僕はよく分かる病気と言いながらもよく分かってなかったですね。でそれはどうしてかって言って今考えるとですよ、立ち直ってる人たちがいなかったんですね、病院には。壊れてる人たちばっかりで、精神的にも壊れてる、体もボロボロという人たちばっかりでしたので、そこの中で回復だとか治るとかいうことはこの僕にはよく見られなかったんですね。当然ですよね、壊れてきてる人たちがどんどん入院してきますから、受診してきますから。で、まあ、そんなことで僕はどうしようもないなということで、まあ、先ほど言ったように、相談室だったら何かできるんじゃないかということで、ダルクのスタッフと相談手分けをして、本人者 のサポートはダルクでやろうと、それから家族の支援は相談室でやりましょうという、まあ、そういう、まあ話し合いを持ちまして始めたわけです。で、僕は精神病院で何もできないなということを、実感したわけですけれども、振り返ってみるとですね、ギャンブル依存の問題というのは僕にとってですね、いつ頃からなんかまあ、見たり聞いたりしてきたのかなということを振り返ってみるとですね、一つはギャンブル依存というのは古くて新しい問題だなというふうに思うんですね。で古くてっていうのはですね、まあ、最近は古くてっていうのは僕 の親はですね、父親は床屋さんをやってたんです。ある村の小さな村の、一軒しかない床屋さんをやってまして、盆や正月観光総裁があるとお客さんがどっと増えるという、そういうところで村のいろんな情報が昔はですね、たまり場がなかったんですよね、今みたいにですね。でその村の情報がいつもお客さんから入ってくるんですね。でどこそこの人が結婚するとか嫁さんもらうとか葬式があるとか、あるいはよく母親には聞かされたんですけども、あそこのうちで首をつって死んだ人がいるわけなとかね、それから入水自殺をしたとか、そういう話、まあ、どうもその話の中には競艇にはまってとかいうことで電磁電波と売ってなんか自殺されたとしたという話を母親はどういう意味で僕に話してくれたかよく今でも分かりませんけども、そんな話を子供の頃、小学校の頃に聞かされてました。まあ思えば、依存症の始まりだと思うんですね。当時はやっぱり噂話でしかなかったですね。で当時は半田協定とか常滑協定が始まった頃の話です。ですから随分前ですよね。でまあそんなことで噂話の時代があったんですけども、僕が精神病院に勤めるようになっていろんな人にこう出会ってきたんですけども、ある外来の患者さんがですね、来た初診の患者さんが他の病院で
ある総合病院の精神科に受診したんだけども、あの医者からそんなこ趣味ぐらいのことでですね、病院に来るなって言われたっていうんですね。で精神科医なんかそんな説教だとか趣味の問題で、どうの問題そのことについてなんかうんぬん言うのはおかしいんで、病気としてどう捉えてくださるのか、どうしたら立ち直れるか、治療回復することができるかということを、まあ、あの専門家の医者ならば精神科医ならばできるんではないかというふうに思って、まあ、その方も病院に行かれたんだろうと思うんですけども、逆にあのどやしつけられたという話をしてくれました。で僕もあの確かにあの話を聞けば病気だなっていうふうに漠然とはなんか分かるんだけども、当時はよく分かりませんでした。それからもう一つ僕はあの、ギャンブル依存のことで出会ったことでですね、あの、病院はあのアルコール依存症 の、 あの治療を専門にやる病院だったんですけども、 ある、入院中の患者さんがですね、あの外泊中にあの、パチンコに行きたがるということで、奥さんからあの、どうしたもんかということで電話の相談があったんですね。あの一緒についてって一緒にやった方がいいのか、あのそれとも私はついていかない方がいいのか、あの止めた方がいいのかって、どう対応したらいいかということの、奥さんから の、 あの相談があったんですね、電話での。で僕はちょっとあのどういうふうに対応したか、あのその結果もどうなったかはちょっとあの分かりませんけども、あの、まあ、彼はあの退院してから自助グループにつながって、あのアルコール依存から立ち直っていったようなんですけども、で、まあ、そういうようなことを僕は経験してたんですけども、やっぱりあの薬物、依存症という病気はよくわからないなって、病気だと言いながら分かったふりをしてただけのことだなというふうに思いました。で僕があの本当にあの分かるようになったのは、あのやっぱりあの回復してる人たちの話を繰り返し繰り返し聞いてることの中で何か見えてきたなって、あのいろんな専門家の書いた本を読みましたけども、あのよく分かりませんでした。あの恐ろしさや怖さや何かそういう話が先に出てて害だとかですね。で僕にはあのどうしたらいいかという手がかりはにはならなかったですね。でまあ、ここであの、実はあのいろんな依存症があるっていうことを今あの、お話し次にしたいと思うんですけども、あのギャンブル依存の方はでも他の依存症を併せ持ってる人たちが多いんですね、まあ、あのあるいはあのギャンブルは止まったけど他の依存症があの実は始まったとかですね、あの薬物依存症の人たちにもやっぱりあるんですね。で不思議だなと思ってたんですね、先ほど の、 あのアルコール依存の人が外泊中にあのパチンコに来たがるのは何でなのかということを僕ずっと疑問に思ってたんですね。であの、まあ、いろんなあの、立ち直った人たちの話を聞いて少しずつこう あのそれはあの依存症という病気があの問題の現れ方は10人と違うんだけども根っこは同じ病気だなって、ひどい状態になっていくともう、まあ、今日の皆さんの話と同じようにですね、他の依存症ギャンブルにだけじゃなくってアルコールやあの薬物や他の、依存症の人もですね同じだなっていうふうに思えるようになってきたんですね。でまあ、あの依存症にはいろいろあるということなんですけども、まあ、薬物は皆さんいろいろあると思うんですけど、それ以外にセックス依存症だとか買い物依存症とかネット依存症とかそれから、美容整形依存症とか仕事中依存症とかですね、それからリストカットや頭壁だとかですね、摂食障害とかあるいはあのいろいろ他にもある、例えば日焼け依存症というのがある、ご存知ですか。それからピンク依存症というのがあるんですね。であのこれは日本でも、つい最近あのテレビ見てたらあのピンクの、なんか置物がすごく可愛くって、もうなんかあの可愛い可愛いなんて男の人がですね、あの、招き猫だと思ったけども、あの買ったりですね、そんなところをあの、ビデオあのテレビで見たことがあるんですけども、実はあのピンク依存症というのがですね、あのアメリカにはなんかあの結構あるようですけども、あの何もかもピンクに
が欲しくなるんですね。ピンクになるとなんか男性にモテるんじゃないかとか、だからピンクになるとなんか自分がこう取り戻せたっていう、自分本来のなんか自分になれたような気がするということで、で部屋にあるものは全てピンクにしちゃうという、あの車もピンク、あのペットもピンクにしちゃうんですね。あのペットの犬までピンクにしてしまうという、あのそういうあのピンク依存症というのが あるそうです。ある日なんかその人の話をストーリーを聞いてるとですね、ある日あの、彼、あまりそのピンクにこだわってるんで周りにあの友達がいなくなっちゃったんだそうですね。この人ちょっとおかしいって距離を置くようになっちゃって、ところがある時、ある人が男性がですね、あの可愛いねって男性が近づいてきたって言うんですね。でもう自分のことを分かってくれる男の人だと思って、その人とちょっと仲良くなったら、実は僕はなんていうかな、視覚障害だという、あの色が見えあの識別できない病気だっていうことを打ち明けられて、あのピンクのものが灰色しかその男の人には見えないんですよね。で、まあ、そんなことでなんかあの本当のピンクのことを自分のね好きなピンクのものを分かってくれる男性ではないということになんか分かって、その女性はですね落ち込んだっていう話をしてましたけども、まあ、その他にいろんなエピソードがありますが、そういうピンク依存症とかですね、美容整形の依存症もあるそうです、まあ、韓国でなんかいろいろ流行ってるようですけども、そういうことだとか、あるいは日焼け依存症っていうのがあるそうですね。芸能界でも日本の日焼けの好きな人いますよね。名前は言いませんけども、で依存症というのはなんで日焼けがいいかというと、実は日焼けをすると脳内のホルモンがあるホルモンが作用して気持ちが良くなるんですね。で後でお話しますけども、そういう脳内ホルモンが影響してくるんですね。その辺で、まあ、ギャンブルとも結びついてくるんですけども、で日焼け依存症とか、それから、ランニング依存症っていうのがあるんですね。ランニング走ると1時間ぐらい走るともう快感で辛いというよりはもう気分がいいという、ランニング依存症とかそういうのがあるそうです。それから、まあ、カード依存症とかですね、仕事依存症って僕は東京の出版社に本をまとめて買った時に出版社に電話するんですね。で、値段の交渉をするんですけども、まあ、その時に、まあ、編集ある名前は言いませんけども編集の人がですね、今晩僕は東京なんだけどもうちに帰らないって、で今晩は事務所でですね寝袋で寝るんですよってこれからっていう話をしてたんですね。まあ僕は聞きもしないことを彼は話してくれたんですけども、そういうふうにもう家に帰るのも帰宅恐怖症みたいな風になってしまって、仕事中毒になっちゃって、仕事依存症っていうか依存症の人っていうのは働き者で、皆さん心当たりあるかもしれませんけども非常に出世が評価が高いですよね。よく働くし一生懸命だし怠けることが嫌いだというふうに思いますけども、でそういうふうに仕事依存症という人たちもいました。それからある大手の新聞社のアルコール依存症で入院してきた人なんですけどもね、その人はうちの会社には編集部にはですね似たようなのいっぱいいるよって、アルコール依存症だけじゃなくてうちに帰らないって言ってもういつもソファーで寝たりですねする人ぐろぐろいるよなんて話を聞いたことがあるんですけども、そういうふうにもう仕事依存症の人っていうのはやっぱり芸能界の人たちだけじゃなくて出版だとか報道関係の人たちにもやっぱり問題の顕在化はしてないにしても、やっぱり依存症というのは知らない間に広がってるなということを感じています。で、まあ、最近では携帯依存だとかスマホ依存とかいうね、車に乗りながらしたり自転車乗りながらスマホを手放せなくなっていくという、それもある意味では依存症の一つの現れ方だろうなっていうふうに思います。
まあ、そんなことでですね、あるいは異性依存症とかストーカーとか虐待も、虐待は本当に僕は究極の依存症だというふうに思うんですね。本当に、まあ、世間ではいろいろやられてるけど、いまだに子どもたちが虐待の被害者になってですね、亡くなっている事件というのは事件として報道されるけども、どうしたらいいかということの手がかりが全く見えてきてないですよね。まあ、そういう意味で僕は依存症という切り口でやっぱり対策が立てられていかないと解決にならないんじゃないかなというふうに思います。それから虐待だとかですね、他の依存症の背景にはですね、こう感情のコントロールがうまくできなくって切れてしまうというか、すぐなんか手が出て先に出てしまうとかいう、そういう感情のコントロールが取れなくなってしまう、そういう人たちもいらっしゃるですね。で、まあ、そういうふうでですね、いろんな依存症があるっていうことを、もう10分切れちゃったですね、あるんですけども、まあ、共通するのはですね、コントロールが効かない。今日皆さんがお話しなさってたように、ギャンブルの人は楽しむというよりはもうなんか脅迫的にやるしかないという、負けることは、勝とは絶対思わないですね。絶対に勝つというふうな信念で皆さんパチンコ台に向かって見えるようですよね。で、絶対にその、柳の下には土壌はいつもおるわけではないんだけども、おるというふうになんか、まあ、妄想とおっしゃってる方もいたけども、そんな思いがこういつも頭から離れない、24時間続くという、そのギャンブルへのこう渇望が続くということですね。で、コントロールが取れないんですね。一旦そういう渇望が始まると、止めどもなくなんか強くなっていく、広がっていくという、それが感情だけじゃなくて行動に出てしまうという、でやっぱり気がついたらパチンコの台に座ってたという、そういうことが起きていくわけですね。まあ、そういうことでご本人はそういうコントロールが効かない症状が続くわけですけども、同時に周りの人たちを傷つけて巻き込んでいく病気でもあるんですね。先ほど言いましたように借金をして人の金も自分の金のように見えてくる、カード入れればなんかさっと現金が出てくる、なんか現代の打ち出の小槌のように見えてきますよね、 ATM が、まあ、そういうふうにですね、二次的な問題がこう起きてきて、周りの人たちがこう巻き込まれていくわけですね。借金だとか暴力だとか、あるいは会社を休んだり、クビになったりですだとかですね、離婚になったり別居になったりという、まあ、そういうような周りの人たちをこう巻き込んでいく病気なんですね。で、ただ専門家はよくこういうことを怖さでですね、強調するんですけれども、これは僕は病気の副作用というか、メインの症状では僕はないと思うんですね。そういう怖さを知ればなんかギャンブルがやまるんかっていう、それはないだろうというふうに思うんですね。それはもう皆さん振り返ってみれば経験なさっていることで、ところが専門家はやっぱりそういう脅したりですね、不安を煽ったりするんですね。アルコール依存の人に酒飲むと3年の命だよって言われると、アルコール依存の人は酒で死ねば本望だっていうのと同じようにですね、ギャンブルの人はギャンブルでなんか撃沈しようということを考えちゃうんですね。ですからそういう二次的なものに周りの人たちが巻き込まれないようなサポートがとても大事だなというふうに思います。で、共通するもう一つの症状としてでですね、もう一つはですね、ギャンブルは巧妙で不可解で持て余すものだ、強力なものだということなんですね。つまりギャンブルへの渇望というのはですね、自分でコントロール取れないものだ、巧妙で不可解で持て余すもの、これはアルコール依存症のアノニマスの AA のですね中に書かれているように、アルコールは巧妙で不可解で持て余すもの、強力なものだっていうふうに言われてますけども、ギャンブルそのものはそういうものだというふうに思うんですね。で、そういう感情だとか
渇望をですね、こうコントロールするっていうことがとても大事になるんですけども、それは自力ではもう、できないんですね。できなくなっていくということなんですね。で、なんでそういうことなのかということをちょっと次に視点を変えてお話をしたいと思うんですけども、僕は病理学者でもありません、専門家でもありませんが、皆さんからの経験をこうたくさん聞いて重ね合わせて考えてみると、どうやら薬物依存症の人は外から薬物を取り入れますよね。アルコール依存症の人は依存性のある薬物を体内に取り込むということをしながら生きながらえてきてる人たちなんですね。あるいはそれをやめることによって回復していくことが始まっていくわけですけども、で、じゃあ他の依存症の人たちっていうのはなんで一旦なんかスイッチが入ると止まらなくなっちゃうかというと、実は先ほどちょっとちらっと話したように脳内ホルモンっていうのが影響してるんですね。脳内麻薬とも言われているそういうホルモンがあるんですね。セロトニンとかドーパミンとかエンドルフィンなどが挙げられていますけども、どうもその中で一番やっぱり強力なのはエンドルフィンという脳内ホルモンなんですですね。医療用麻薬のですね 6.5 倍の鎮痛作用があるそうです。で、怪我した時に血が出てもう最初の、時こう痛くないっていうことありますよね。僕も交通事故にあって顔に自身ぐらい塗ったことがあるんですけども、塗ってもらったことがあるんですけども、その時痛くなかったんですね、瞬間は、しばらくは。で、それは何でかって不思議だなって思うんですね。それからリストカットの人たちがやっぱりなんであんなことをやるのかっていうこともやっぱり考えてみるとですね、どうもホルモンが作用してるんではないかと。それをもう皆さん経験的に身につけて人から聞いたりですね、経験的になんか身につけてるみたいで、つまりその脳内ホルモンをいかに自分の中で取り入れるか使うかということなんですね。薬物依存の人は外から、アルコール依存の人は外から気分を変える道具として入れるんですけども、それ以外の人たちっていうのは脳内ホルモンを視覚でですね、視覚、聴覚、味覚だとかそういう五感の刺激を通して取り入れてるんですね。まあ、先ほどの話の中に冬が来た時のあれがもう寝ながらもうチラチラしてという話をしてましたけども、そういうことだと思うんですね。脳内ホルモンが出て止まらなくなっちゃうんですね。で、それには先ほど言いましたように、ベータエンドルフィンという脳内ホルモンが僕は強く支配してて、それが皆さん経験的にうまく使ってて、いや何回かやってる間にもうコントロールが効かなくなってしまう。繰り返しやり続けるとうつ病の状態になるというのはその通りだなというふうに思うんですね。つまりそういうエンドルフィンも出なくなってしまうということだろうなというふうに思います。まあ、これは僕は病理学者ではありませんし、皆さんの経験の話の中から考えてみるとそういうことだろうなというふうに思います。で、アルコール依存の人は憂さを晴らすという、飲んで憂さを晴らすという道具としてアルコールを使ってますよね。薬物依存の人たちはもう腹が立ったりいろんなことがあったりすると薬を使ってしまうって、それをスイッチが入るというふうに言いますよね。皆さんはなんかギャンブルをはじけたいということをおっしゃってるようですね。もうギャンブルやることでもう持ち続けてたなんか辛い思いをパッと晴らすというか、はじけたいというふうにおっしゃる、なんかみんな似てるなというふうに思います。で、健康な人たちもやっぱり先ほどランニングハイということで言いましたように、1時間ぐらい走ってるとですね、気分が良くなって苦しさがなくなってということをお話しましたように、これもベータエンドルフィンっていうのが作用してるみたいですね。それから水泳の選手もそうみたいですね。
北島康介さんが、金メダル取った時ですか、超気持ちいいって雄たけびのように言いましたよね。あれは僕はエンドルフィンが作用してるんだろうなというふうに思います。それから子育てで褒めて育てろということを言いますよね。これも多分僕は褒められることでそのホルモンがですね、脳内ホルモンが出てやる気になっていくということだと思うんですね。ある僕は精神病院に勤めた時のある職員がですね、こういうことをポッと話してたんですね。院長先生に昨日褒められて私眠られなかったっていう話を、自分は私じゃなくて正直にその方はお話しなさってたんですけども、院長に褒められたことで一晩眠れなかったって話、これはもう確実に覚醒作用が働いてて、この脳内ホルモンが影響してるんだなというふうに思うんですね。で褒めて育てるっていうのはほどほどにしておけばいいわけだけども、まあもちろん褒められる方の問題も自己多分その方は自尊心が低下してたところでそういうふうに院長先生に褒められたことでそういうふうに眠られなかったという体験になったんだろうというふうに思いますが、まあそういうふうにですね、ホルモンというのが実は作用しているということです。ということにしましょうか。ということでですね、依存症からこう回復するにはですね、医療では回復しないというふうに僕はずっといろんな人たちの依存ギャンブルやアルコールや薬物や摂食障害の人たちや投薬の人たちやギャンブルの人たちのお話をずっと聞いてきた中で医療で治った話っていうのはないんですね。逆に何か処方薬にはまっていく人の話は聞いたことはありますけども、それで医療で病気だから医療で治せれる問題ではない、この依存症という病気はそういう病気だなというふうに思います。立ち直るにはやっぱりミーティングに通うしか僕もないと思います。皆さん今日の話の中で皆さんの話聞いてその通りだなというふうに思いましたけども、周りはですね、世間の常識は薬物依存の人たちね、役に立たないんですね。やめさせようというやり方は絶対に役に立たないんですね。やめさせようとすると嘘をついたりしがみついたりですね、こっそりやる、そうもう借金もあっても全部言わずに、もう一つだけ最後の一つだけは残り、はい、すみません、残しておくというふうで、貯金、借金もですね、巧妙で皆さん天才的だなというふうにもですね、薬をギャンブルやり続けてる間というのはそう思います。まあ、そういう意味でですね、否認が強くなってくるんですね。で、医療では否認は解けないんですね。否認という病気だとか、あるいはどうにもならなくなったということを病院で知的には教育や指導があってもですね、本人は理屈は理解できても自分にはなかなか受け入れられないようですね。でそれが自分にどうにもならないなっていうふうに受け入れられるようになる、あるいは病気だなというふうに受け入れられるようになるのはやっぱり仲間の力だと僕は思います。で、立ち直った先行く人たちの一声があなたそれは病気だよって言われることで、すっと受け入れられるようになっていくというふうに思います。医者が100遍言ってもお前はギャンブル依存症だと言われても、俺はまだ仕事もあるって、家族もいるって、借金もほどほど程度で、そんな人から言われるようなね、迷惑するようなものはしてはいないとかですね、返せばいつでも返せれるとか、あるいはやめようと思えばいつでもやめられるというふうにですね、やっぱり否認をし続けるんですね。で、こういうミーティングの中で集まりの中で同じ立場の人たちの中で話を聞いてると受け入れられるようになっていくと思うんですね。そういう意味でとてもミーティングというのは大事だなというふうに思います。それからもう一つはやっぱり12のステップを、はい、踏むことだというふうに思います。ミーティングに来ることでギャンブルは止まるだろうと思うんですね。まあ今日の皆さんで依存症という
生き方やあの価値観が壊れていってるのをですね、取り戻すにはやっぱり順位のステップを踏むことがとても大事だなというふうに思います。まあ、そういう意味で皆さんがですね、あの身近に、ミーティングに来るだけじゃなくてスポンサーを持たれることがとてもあのいいんだろうなというふうに思います。ここ最近ちょっと横着してまして、あの統計は出してません。昨日は2件ありました。地元のトヨタの方から1件と、それからちょっと、県外からも1件ありまして、2件昨日はギャンブルので今日 の, あの、集まりもご案内したんですけども、多分いらっしゃってるかいらっしゃってないか分かりませんけど、はい。今月の初め、中旬頃に実は岐阜県で、研修会がありまして、専門家のですね人たちの研修会がありまして、実はあの3年前からあの厚生労働省 の, あの、依存症と治療機関の病院の、コーディネーターを3年前から移植をされてまして、今月の、中旬頃かな、研修会であのお話をしたんですけれども、やっぱり、まあ、今はあの、ギャンブルの問題っていうのはあの国も、何とかしなきゃいけないというあれはあるようですけれども、それからアルコールとギャンブルと薬物というこの3つの依存症についてあの国は考えているようですけれども、その方向は必ずしもあのいい方向ではないというふうに僕は思います。あの医療で何か完結していくというあの考え方が強いようです。なんとか療法というあの療法で何とかしようという国の動き方のようですね。ですからそこにはあの自助グループの人たちっていうのはなんか主役になれないようです。ですからあの、まあ、それに張り合うことはないと思うんですね。皆さんは皆さんなりに自分の回復をやっぱりミーティングを通してあの行くこと、その、そのことであのそれがモデルになってあの苦しんでいる人たちが立ち直っていくんだろうと思うんですね。でそういうメッセージの機会をやっぱり多く持つことがあの大事だなというふうに思います。であの、この YouTube もそういう意味ではあの、ギャンブル依存の人にも出てもらったりとかあのしていただいてるんですけども、あのそういうあの、この YouTube というのはあのいつでもどこでも誰でも、いつでもあの何回でも見れるんですね。うん、あのそういうあの良さがあるので、あのインターネットの端末さえあればあの見られるんで、あの僕はあの一番いい方法だなって
メッセージをですね、今困ってる人たちに直にこう届けることができる方法だな、ツールだなというふうに思って、あの今、85本目が終わったところですけども、あのいろんな人たちの依存症のあれを番組を作って、だいたい1時間番組でやってますけども、ぜひまた皆さん、ご覧になってくださればありがたいなというふうに思います。まあ、それで随分家族の方には救われてるという電話をいただいたりしてますけど、はい、ありがとうございました。僕への質問ですか。まあ皆さん十人十色のなんか経験を先ほど来お話しなさっていると思う。一言で言うとですね、自分の力ではどうにもならなかったなという主観的な実感がその人に湧いてくることと、それからもう一つはこうしたら立ち直れるという手がかり、例えば自助グループがのミーティングがあるよっていうことを、いい情報がその人に届いてれば、この2つのものがその人にとってセットで受け入れられるようになれば、必要だなというふうに感じ取れるようになれば、あとは本人に任せてくださればいいと思うんですね。でやっぱり、まあ、援助者家族の方も含めてですけれども、いい情報を提供してあげる。ギャンブラーズアノニマスというミーティングがあって、トヨタでもやってるよとか、うん、ここでやってるよとかいう話をですね、提供すること。だから行きなさいというふうに言うと行きませんから、うん、指導や助言はですね、役に立たないんですよ。依存症の人には世間の、まあ、先ほど言いました世間の常識は役に立たないんですね。
うん、ですから行きなさいとかいうことはしない方がいいと思う。僕は電話で相談があった時には、本人に電話番号だけを相談室の電話番号だけを書いて、私はもう何もできないから、家族として何もできないから、借金も愛しないし、もう何もできないから、ここに電話かけて相談してみたらっていうふうで電話番号だけを書いて本人に渡してくださいって、そういうふうに僕はそれ以上のことは何も言わないようにって、うん、ギャンブルやめなさいとか行きなさいとかに別れるよとか死ぬよとか、うん、脅すことはしなくてですね、何も、あとそれ以外のことは何もしないことなんですよ。するとやっぱり引きずり込まれますので、皆さんがこの人に何かしたくなったら、言いたくなったら言わない、やりたくなったらやらないっていうことが知恵なんですよ。でこれはダルクのスタッフたちが経験的に導き出していることなんですけれども、うん、やりたく家族はやっぱりやりたがるものがあるんですね。つまりギャンブルやめさせたくなるという思いが募ってくると、どこ行くのとかね、またとかね、何時頃帰ってくるのって、いろいろこう探りを入れてきたりなんかしますよね。そういうことは一切言わないこと。だからギャンブルに行くか行かないか本人にも任せてくださることだと思うんですね。で、任せられないとやっぱり本人はですね、自分の責任でギャーギャー言うから自分は行くんだという変な理屈が自分の中でこう体系化させていっちゃうんですね。ですから何もしないことが一番いいことなんですね。あとはもういい、先ほど言ったようにいい情報を与えてあげることだと思うんですね。病気だって言わない方がいいと思います。あんたは病気だよって言われて、大抵皆さん病気じゃないって、これは趣味だとかね、僕は趣味がないからギャンブルやってるだけのことだというふうに否認をしてきますから、病気だというふうに言わない方がいいと思います。病気だというふうに受け入れられるようになるのは、仲間のミーティングの中で、あ、俺もやっぱり人たちと一緒で、人が病気だと言ってないなら自分も病気だなというふうに受け入れられるようになるんです。人に言われるとね、あんた病気だよっていうふうに言われると、そうじゃないというふうに反射的にやっぱり考えちゃうんですよ、依存症の人たちっていうのは。ギャンブルだけではなくてですけれども、ですから病気として受け入れられるようになるには、やっぱりミーティングしかに通ってくださることが、通うことが一番薬だというふうに思います。うん、だから援助をしている、病院関係の人にもね、病院にいるよりは早く自助グループに行ける橋渡しをお手伝いしてあげた方が僕はいいと思います。はい、今日の話はいかがでしたでしょうか。いろいろご質問あったらまた電話をしてくだされば結構です。では相談室はこういうふうで、いろんな依存症の相談を受けてますので、よろしかったら電話をください。24時間に休日夜間、平日もですが24時間受付をしておりますので、勇気持ってまずは電話してみてください。それとですね、フレーバー通販でですね、ネット通販を始めましたので、ご利用ください。ダルク家族相談室のホームページから入っていただくと、フレーバー通販のページが出てきますので、ご注文をぜひしてください。次回はですね、5月5日行ったらおかしいよね、今日だよね、はい、5月2日今日です、今日ですよね、失礼しました。はい、次回の、あれはですね、番組はですね、第3の17日でした。
19日ですね。19日の、番組はですね、はい、感情と情緒の問題から新しい生き方を求めている人たちの人の話を、電話でですね、していただくということで、電話でお話を伺おうかというふうに思っています。ということで、今日86回の、番組はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、じゃあおやすみなさい。はい、おやすみなさい。